ロバート・プレストーンは、アメリカ・マサチューセッツ州出身の俳優、歌手。身長178センチメートル。西部劇映画で知られるが、トニー賞ミュージカル主演男優賞を2度受賞している、ミュージカル俳優でもある。1918年に、マサチューセッツ州ニュートンで生まれ、ロサンゼルスで育つ。幼い頃から、音楽教育を受けるが、 高校時代に演劇に興味を持ち役者を目指すようになり、パサデナにあるパサディナプレイハウスで演技を学ぶ。なお、その時の同期生に、ダナ・アンドリュースやビクター・マチアがいた。その後、出演した舞台が、パラマウント映画のスカウトの目に留まり、同社と契約。11人の脱獄者でハリウッドデビューする。 個性の強い役役を得意としたが、ボージェストなどの高青年も演じた。第二次世界大戦に従軍し、退役後1946年に、パサデナ時代に知り合った、同級生で女優のキャサリン・クレーグと結婚。1950年代以降は活動の中心をブロードウェイの舞台に移し、テレビドラマにも出演するようになる。1958年の、 ミュージックマンと1967年のアイドゥアイドゥ結婚物語でトニー賞ミュージカル主演団優勝を2度受賞。1982年のミュージカル映画ビクター・ビクトリアで第55回アカデミー賞の助演団優勝にノミネート。1987年3月21日に肺がんで死去。去年68。ありがとうございます。